お帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様。どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。莫大な霧が眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があれば、もう一度時空を操ることも簡単に。おかえり、ミラ。もうこんなところに用はないわね。どこまでしつこい連中。ごめんま、それかろうじて一瞬はつながるみたいです。この機体は完全にコアが支配して、俺たちはさっきに動くことができません。相手の戦いとなる。あなたの力で宇宙を救ってください。なんでそのパワーが。私の設計していない力だ。私の計算を超えるなんて。時の狭間を下りる。俺は自分に足りないものをずっと考え続けた。奴らは俺にない。それはどんな強敵にもひるまず立ち向かう悪なき闘志。最初から強大な力を持って生まれた俺にはない魂の叫びだ。もはや最強とは名乗るまい。俺はこの戦いで俺自身の限界を超える。あんたはミラをここまで追い詰めるなんて。こうでなくてはな。それでこそ俺が認めた強敵だ。ミラ、限界を超えた反動でオーバーヒートしているの。止まりなさい、ミラ。それ以上は行けよ。グハハハ。私の声が届いたな。このままコアが暴走してこの宇宙ごと吹き飛んでしまう。今のうちに逃げる。どれほどの爆発になるかわからないわ。爆発が次元を突き抜けて、この卵が壊れてもしたら。ちょっとあなた、ミラを早く止めないと共倒れになるわよ。私も手を貸すわ。早くミラの活動を停止させてちょうだい。
自分でリミッターを外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え、自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな、私が作ったものなのに裏切るなんて。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分。おい、聞こえとるか。あやつは時たちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。諦めんな、まだ早いよな。自分でも信じられないか。力が湧き上がる。最強である神、創造主の命令もない。これが自由というものか。今の俺のようにお前たちに勝ちたいというその思いだけだ。サイヤ人の底知れない強さ、いや、お前たちの強さを尊敬した。だからこそ倒す。何なんだこれは。信じられないほどのパワーだ。アップアップ、いくよ。そう言うなよ、じっちゃん。リレーとかなんとか、オラにはよくわかんねえし、こいつがとんでもねえのよくわかんけんど。でも、これ使われるにはなんねえ。それに、こいつと戦ってるとワクワクしてしょうがねえんだ。嬉しいぞ、ここまで食い下がってくれるとは。もっともっとあがいてくれ。ちっと聞いてんのか。こっちも踏み皮でやってんだけどな。いいね、辛抱強く待った甲斐があった。何？あ！はあ、ねえ、はあ。
これで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れそうです。しばらくはか。また悪い奴が出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺たちの仕事ですから。ほほほ、これからも修行あるのみっちゅうところか。俺はまだまだ実力不足です。今回もそれを思い知らされました。なに、心配するな。お前さんには仲間がおるんじゃからな。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんてもってのほかだからね。キー、なんかうまそうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミナより立ちが悪いわね。はははわりわり。あ、みんな、やっほー。そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれるわよ。みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね。ぜひ。さてさて、次はどんな歴史が紡がれていくのやら。強いやつがたくさん出てくっていいな。なんか俺はワクワクしてきた、ジェル。じっちゃん、先に言うなよ。おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか。今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。そう。残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか。え、道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さあさあ、そうと分かれば行きましょう、行きましょう。ちょっと待って、アルファウィッサー。ちょっと、どれどれ、うん、どっちもいいんじゃない。わりどこの誰なの。僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやー、ビルス様。あ、おいぼれ変えようしんか。これはビルス様。なんじゃ、またこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか。いいだろう、そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。どうぞ、お二人とも召し上がれ。どれ。さあ、願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで私が作ってもいいんだけど。チー、トキ、キッチー。そうね、
全員分用意するのはさすがに大変だし、頼んじゃいましょうか。こりゃドラゴンボールを枯れはずみに使いおってカナギン。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。あいつ、いつの間に。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか？いやー、ずっと気になってことがあってさ。何ですか？おめえたちって結局どっちが強いんだ？それはやっぱり先輩の方が。何言っとんじゃ、そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。そんなの戦ってみればわかることじゃありませんか。だよな、やっぱそう来なくちゃ。よし、かかってこい。ちょっと待て、どうしてそうなるんだ。この場合戦うのはこの二人だろ。お前はおとなしく見学していろ。え、そんなんつまんねえじゃねえか。ほう、悟空さんたら。Ha ha 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 ha